今日のエンタメニュース一覧はこちら。どれも見逃せない最新情報、どこよりも早く映像でお届け。モーニング娘。15が19日59枚目のシングルリリースイベント前に報道陣の取材に応じました。以前のぽっちゃり体型から最大12キロのダイエットを成功させたズッキこと鈴木香音さん、なんかまたふっくらされたような。もうちょっと痩せたいなって思って頑張ってエネルギー蓄えて運動しようと思ったらエネルギーが勝っちゃってちょっと戻ってきちゃったんですよあらー、あれですね、エネルギーを蓄えてっていう前提がそもそも間違ってる気はしますよね。タレントの佐藤恵理子さんが今月初めに第一子となる男の子を出産したことが20日分かりました。今月の初め大きな男の子を出産いたしました。母子ともに健康で先日退院いたしましたと明かし、支えてくださったたくさんの方々に心から感謝申し上げますと綴っています。お笑いコンビ TKO の木本武宏さんが20日ライズアップコンドルタクシーお披露目イベントに出席。番組の企画で2ヶ月に及ぶハードな肉体改造を行い、見違えるような肉体を手に入れた木本さん。どうですか？かっこいい、割れてる。40代男性のお腹とは思えない引き締まりっぷり、はっきりと追われております。その2ヶ月間ご飯食べないときは、まあ、お弁当の日とかはもう蓋に先にご飯どさって取ってもうボーンって置いて木の下に本当に犬の餌みたいにこう開けてたんですよ。僕のせいでブク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 今人生マックスに太ってるんですよ。 TKO2 人合わせたらあの前と多分トータルの数字変わってないですよね。これが木下さんの悲劇です。お笑い芸人の加藤浩二さん、ロンドンブーツ1号2号の田村敦史さん、劇団ひとりさんが20日 BS スカパー開局1周年記念番組発表記者会見に出席。地上波では絶対に見ることができないをテーマに3人それぞれが番組を制作することが発表されました。加藤さんはロケを行うなどした長いコントを希望。サプライズゲストとして極楽とんぼ山本圭一さんの出演を聞かれると、出るってことにしておいた方がいいのかなと困惑。すぐに淳さんが、僕の方には山本さん出ます、山本さんって言ってもいろんな山本さんがいますからと濁し笑わせていました。さて山本さんの完全復活にまた一歩近づくんでしょうか。アニメ機動戦士ガンダムのシャア・アズナブル役の声優池田秀一さんとタレントの小野乃々佳さんが20日機動戦士ガンダムとのコラボレーション豆腐のイベントに出席。実はこの豆腐チョコレート味なんです。実際に試食した池田さんは、いや最初ねチョコレート味っていうから、はい、果たしてどんなものなのかなと思ったんですけどこれはいけます。イベントの最後にはこんなサービスも。チョコ豆腐の栄光君に。失礼しました。おすごい、小野さんも隣で大感激。以上今日の芸能ニュースでした。また明日。